ドクター、はい、ドクターが大嫌いな冬真っ只中ですが、いかがお過ごしですか？いや長いな冬は。ねえ、ちょっとダメだね。気持ち的に上げていかないと。そうですね、うん、この番組はスーパードクターに扮した織茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター織茂のレバンガホスピタル。では気持ちを上げて呼び込みをお願いします。はい、寺園修斗選手です。ようこそ。じゃあじゃあ、お久しぶりです。お久しぶりですね。寺園選手に来ていただきました、はい、北海道2年目になりましたけれども、北海道の生活には慣れましたか？1年間雪のあのシーズンも過ごして、北海道の大変さっていうのを、はい、身に染みて感じたので、さすがに今年は雪が降ってくる前にしっかり準備して対策とかもしてたので、はい、慣れてると思います。真面目ですね。うん、もうコメントが真面目なもんね。もうね、ザ真面目みたいな感じじゃない、うん、しかも今年はお子さんも生まれて、はい、パパになったんですよね。はい、なりましたね。いかがですか？いややっぱ可愛いですけど大変ですね。大変、すごい大変ですね。やっぱりあのバスケしながら子供のお世話をしなきゃいけないっていうところで、すごいなんかこう前だったら自分の時間っていうのも作れてたんですけど、なかなかこう息をその抜く時間っていうのが取れないので、まあ、そこはすごい最初の方はちょっと難しかったですね。そのバスケの両立っていうのが。おむつを変えることもあるんですか？いやもちろん僕結構おむつ変えたりとか。他には、はい、他にはやっぱり奥さんが基本家事で、あの育児をして僕が基本家事をするっていうので、はい、料理手伝ったりとか、洗濯物とか洗い物とかも僕したりとか、はい、やってます。すごい。どうですか、おりもさん、いいパパっすか？まあでもどうなんだろうね。もうそれがなんかもう当たり前の時代じゃないですか。です、ね、結構、うん、男だから育児しないの、はいはい、とかさ、うん、家事手伝わないの、えみたいな感じじゃない、うんうんうん、だからそれとバスケを両立させるのって結構きついと思う、正直ね。難しいですね。結構やっぱりこうバスケのことを考えたい時間でもやっぱりこうあの子供の面倒とかを、うん、関係ないもんね。泣き出しちゃったりしたりさ、はい、なんかこう今まで自分バスケットっていうものを中心で自分が動いてたものが、まあもちろんねバスケットを中心に動かしてるんだろうけど、まあ嫌がなしにこうやって子供のそういうのが入ってくるから、俺はそれってすげえストレスじゃないかなって思う。なぜならば僕はこう試合前とかも、はい、こう 何時間前に起きて、これもルーティンであって、何をして何をして何をして最終的に何分前までに全てをこう終わらせる。でも一つでも自分の思い通りにいかなくなると全てゲームがダメになるみたいなタイプだったの、はい、だからそこに例えば子供とか入ってきてシャワー浴びる時間が15分とか自分の思い通りにいかない、遅れてしまう、もう試合がダメになる、結構やばかったね。そういう意味で。そうなんですね。繊細ですね。うん、繊細ですね、やっぱり。いい言葉。繊細なのに、はい、で悪い言葉で言うと単なるわがままじゃん。わがままじゃんみたいに言われちゃうんですよ。あ、そうか。そんなのやれやって話なんだけど、そう、繊細。ありがたい、ありがたい、ね、本当に。この後もパパトークは止まらない。時間に余裕を持ってそのルーティンをやるようになりました。お昼寝するのでその時間に体育館を取ってもらうっていう、試合の時はさすがにその奥さんも分かってくれて、まあその子供のお世話よりも自分のあの準備をって言ってくれるんですけど、やっぱ僕練習の時も同じルーティンでしたいっていうのがあったので、時間に余裕を持ってそのルーティンをやるようになりました。なるほど。それいつこう子供が泣き始めて自分が面倒見るってなってもいいように、すごいこう時間の余裕を持って、はい、そういった対策が。休みの時にはさ、はい、コーチ陣に休みなんだからシュートちゃんと休め、もう練習しちゃダメだぐらい言われて
ぐらい練習が好きなんでしょ、はい、休みの日なのに練習行くのはみたいにならないの？ああ、いやそれはならないですね。今週2でオフあって、月曜と木曜で、月曜はもう試合後なんで完全にオフにして、木曜はオフなんですけど、あの体育館マネージャーに行って借りてもらってシューティングだけ来るっていうのはやってるんですけど、午前中に子供の相手をして、午後はお昼寝するので、その時間に体育館を取ってもらうっていうやり方を取ってるんですね。すごい上手。そっか、はい、そっか、いやなんかそうなんだなと思って、まあ素晴らしいね、それでちゃんと子供の面倒を見て練習までしちゃうんだから素晴らしい。あのお子さんも生まれて、はい、よりバスケットにも力が入っているところだと思いますが、はいはい、ちょっと最近恒例のこちらを見ていただきたいんですよね。説明お願いします。いやもう説明しなくてもこのまんまなんですよね。わかる。最大派閥はここで、この派閥の下にサコハがあったり、いろいろあったり、はいはいはい、あって、この下に小僧たちがくっついてるから、はい、今だ今の派だじゃなくてサコハだサコハだみたいなみんな言ってるでしょ、はい、あなたはどっちっていうのを今恒例で聞いてるわけ。去年だったらサコハなんですけど、今年は、やっぱこう織茂さんのこう声か言葉とかで僕もこう立ち直れたりとかする。いいとこもうほらカメラで向かって言っちゃってもそこは本当に。お楽しみに。チャンネル登録はこちら。